草野球、平田洋介、31打席中。1安打。戦う顔していない。これもう5人くらいのセレモニーやろ。中日ならスタメン。軟式飛ばんからな。軟式は公式に慣れてると打てないらしい。でもゲームは上手いから。立浪正しかった。軟式は軟式の打ち方あるから慣れるまでは、しゃあない。草。根尾と平田どっちが上なん実績なら断然平田や。ドーム一周だけじゃ、しょぼいからやーやーなの、とか言ってたくせに自分で引退イベント開いたら数十人で草。中日なら代打の切り札。中日叩いてたやつ、謝罪は。2013年、295、28本、81打点、OPS、915、この頃の平田返して、パラレルワールドからの書き込み来とるやん。森田洋介やめろ。巨人はなんで拾わないんや、侍、ジャパン経験あるベテラン大好きやろ。巨人は責任持って獲得しろよ、今日のよりは打つやろ。洋介、嘘だよな。プライドがあるから、木製使ってるんやろな、知らんけど。バカにするな、金がないから余ってるバット、使ってるだけや。